はい、こんにちは、カズボーです。ファイナルファンタジー5ディスアドバンス2、続きやっていきたいと思います。前回ね、ちょっとダンジョンあってね、抜けたんですけど、3で行くわけか。どこにお城があるかわかんないんだよね。あった。よかった。目の前だったわ。これがワイド。あ？ここはワイドの城下町よ。あらー、サガフロ2か、これ。あのゲーム音楽いいんだよね。お、テント高いけど。知らねえでやると、積み要素あるからね。羽帽子。これ買っとけばとりあえず大丈夫だね。あ、売ってんだ。ダガー、ブロードソード、ホワイトスタッフ、炎強化、毒防ぐ、いいね。これアクセサリー枠ってあったっけ。ああ、なるほど。帝国のゾンベルド将軍は魔法が使えないんだ。高烈にしたりプロテスをかけたりすれば怖くないぞ。そっか、高烈にしてプロテスかけて黒魔法で攻めるって戦法か。そんなヒントはもらっちゃったけど、いらなくなったものでもしばらくは売らずに取っておけ。ジョブチェンジした時に装備がないなんてことになるからな。あれですよね。だから盗むスキルとかもいるよね。敵から盗まないと手に入らないアイテムもあるぞ。確率は低いけど性能は高いんだ。レア枠とかあっかもね。あれ、コーデリア。海を渡ったずっと南の町、エスタミルに帝国軍のバーバレラ将軍率いる部隊が侵攻したんだ。そこの同盟国アルテアが、アルテアね。FF2 かこれ、アルテアって。反乱軍を結成したらしいぞ。反乱軍か、そこに加わればもっと行動を起こせるかもな。あそこのお姉ちゃんずっと泣いてるんだ。恋人と喧嘩でもしたのかな。みんな、きっとこの町に来ると思ったわ。コーディ、説明してくれよ。村に何があったんだ。それに、ラムザ、ビュー、フレは。あの通りよ。みんなが裏山に行ってる間、いきなりグランベロス軍が村を侵攻してきたの。私が買い物から戻ろうとしたら、ラムザたちが兵士たちと戦ってて、それで、ラムザ、ビュー、フレ、長老、みんな殺されたわ。マジで。嘘。私はその時、武器を持ってなかったから逃げるしかなかった。私だけ助かっちゃって。嘘だよな。あいつらがそんなに簡単に死ぬわけないだろうな。認めたくはないのはわかるわ。だけどね、これが現実なのよ。畜生。シルバーさん、どこに行こうというのです？決まってるだろう。リックスの前に戻って、あいつらの仇を討ちに行くんだ。いけません。無駄な死人が増えるだけです。落ち着いて作戦を立てましょう。くっ。ひとまず、今日は宿屋で休もう。あ、休んじゃった。明日、これからのことについて決めよう。マジかね。やっぱその戦争のね、そうね、虚しさっていうね。しかし、なぜ帝国はいきなりリックスなどを侵攻したのでしょう。もっと大きな町を占領した方が帝国にとっても得だと思いますが。それには心当たりがあるの。はっきりとは聞き取れなかったけど、兵士の一人が村人にクリスタルの場所を聞き出そうとしてたわ。クリスタルか。どうやらこいつにはすごい力があるみたいだな。ってことは次に奴らが攻めるのはクリスタルがあるところってことになるぞ。それだけじゃわかんねえじゃん。だいたい帝国の奴らはどうやってクリスタルのありかを知ったんだ。ジジイの話じゃ限られたものしか知らないはずの秘密なんじゃなかったのか。帝国は歴史が古いですからね。クリスタルについて書かれた文献が残っていても不思議ではない。じゃあ何とかして残りのクリスタルのありかか、帝国が次にどこに向かうかをつかまねえとな。そんなことをできるのか。次にどこを攻めるのかなんて限られたやつしか知らないだろ。ここから南、グランベロスの砦なら何か資料があるでしょうね。南か。橋あったね。問題はどうやって忍び込むかですが。なるほど。一人がグランベロス兵に紛れ込んで、あらかじめ潜入しておき、そして残りの4人が正面から乗り込んで、攻め込んで、注意を引きつけてる間に資料を調べる。
ってわけだな。それで潜入するのは誰がいいと思う？ジダン。俺たちは村でラディアって将軍に顔を見られたからコーディがいいと思うんだが、いいか？いいわよ、ジダン。最初から私が行くって言おうと思ってたし、それに何？何でもないの。一緒に行くのも変だから先行ってるね。今回はこの4人なんだね。だからワンとは繋がってないんだよね。キャラクターは同じのいるけどね。ジタンとシルバーもなんか逆になってるもんね。立ち位置がね。この大陸の東には不死鳥が住むと言われている洞窟が、西にはオルストの関所があります。フェニックスとシバかな。シックスのガードだね、これね。ダンジョンを1回で攻略しようと思うな。何回かに分けて探索するんだぞ。ナルチェのガード的なね。機械の敵には雷と水の魔法が有効なんじゃ。あ、水も有効か。雷はね、まあ言わずと知れず。まあ水もね、機械は水に弱いね。こないだ遊びに行こうと思って、町の外に出てみたんだ。そしたら山嵐にギロって睨まれて怖くて逃げてきちゃった。あれも針何本とか使うんかね。一応ラーニングはつけてるけどね、盗むも覚えたいからね。定期船は東の大陸アルテアと往復してるんだ。ああ、なるほど。今は執行の予定はないよ。あの二人ずっと太陽を見てて何が楽しいのかしら？うん、でも君の方がもっと綺麗だよ。綺麗な夕日ね、いい感じだわ。たまに、雷魚や石化魚のような凶暴な魚が釣れることがあるんじゃ。何か異変が起こってるんじゃろうか。やばいね。橋を渡って南に行くとグランベロスの砦がある。その前に、そこから北の方へ進軍していったけど、どこ行ったんだろう。レベル2の白魔法です。もう持ってるでしょ。白魔法だからゾンベルと戦うんだろうな。この感じでいくとね。じゃあちょっと様子見て、白魔と黒魔プロテス使えるぐらいまでやっといた方がいいんかな。FF3 で今回やりますね。強っ。ちょっと装備品も鍛えないとまずいかな。とりあえず盗むスキルを覚えたいんで、クロマ優秀っすね。乙女のキス。とりあえずグランベロスの砦がどこにあるかだけ把握して、キメラに、あ、これか。レギオン、ベルゲメージ。なんかすげえな、バハムトラグーン感が半端じゃないな。ペースト。いやー、まあもうめんどくせえ。盗めないね。
いやあ、あんだけやってポーションかい。ちょっといいの持っている時もあるかもね。お、打ち出の小づち。小人効果とかだね、これはね。あとどのぐらいで上がるんだろう。現在68、100まで貯めよう。あ、ブンドルもいいけどね。消費半減もいいよね。あとで使うよね。消費半減の、どうなんだろう。オーバードライブとかまたあんのかな。あ、窓アーマーがいる。ポーション。絶対100度。まあどんなようなものがいるかはまあ把握しといて。お、ラーバキング倒しちゃうかな。ラーバキングはドラケ5ですね、あれもね。ファイナルファンタジー3のさ、データをね、結構最後の方までいってるようなデータをね、取っとくとするじゃないですか。それと結構序盤のデータをやって、ね、それでセーブしてね、最後の方のねデータをロードしてねやると、なんかいきなり桁がさ、おかしくなったり、例えばこの状態でさ、いきなり600とか食らったらビビるじゃないですか。で、そういう変な現象起こって、それで普通に立ってるっていうね。変な錯覚が起こるっていうね。まあ当たり前のことだけどね、そんなこと昔あったなと思ってね。やっぱり装備品だよね。プロテスと、プロテスかけて、プロテス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 の、まあ、クロマ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 ってやればいけんじゃないかな。ダメかな。トードとかだもんね。ない方だもんね。スリプルじゃないんだね。ポーションないし、ポーション絶対必要だよね。じゃあちょっとね、とあれ盗む覚えるまでレベル上げてようかな。お、 BBBB あのポイズン、ポイズン、ポイズン、なんだっけあいつ、キラーだっけ、ドラケ6だね。
なんだけど BB って聖剣伝説だよね。盗みながらポーション貯めようか。20個ぐらい持ってればいけんじゃないかな。ダメかな。これレアかな。いきなり出てきたんだけど、こんなの。これチェンジってやったら後ろ行くよね。そうだよね。後列って言ったもんね。今更なんだけど。お、現物メガネ。やっぱそうだ、後ろに貼っときゃいいんだ。そうだね。チャージ 1.5 ってなんだあれ。これはロマサガ3だ。銀縁メガネは暗闇食らわなくなるから非売品だよね。でも初めて出てきたんだけど。そっか、アクセサリーできんもんな。白いってなかったなと思ってさワイドの城にようこそ。一回も来てなかったここの王族たちは口に出さないだけで絶対内心は民を見下してるぞ。さて、口に本当に出してないのか見てやろう。私パルパレオス将軍って見たことあるの。かっこよかった。何やら世の中が武装になってきてるらしいね。戦争なんて始まらなきゃいいが。東の方は少し強い敵が出てくるな。まず町の周りで鍛えるといいだろう。まあだろうけどね。盗賊ダメだ。あの扉は俺でも開けられない。確か魔法の鍵がないとダメなはずだ。あ、なるほどね。魔法の鍵ってその一歩手前の鍵もないよね。まあ、忘れない。1階から回るか。会議室。後でなんか使いそうじゃない？わかんないけどね。もちろん。この世界には火、水、風、土、4つのクリスタルがあるという。しかしどれ一つとして公に発見されていない。一体どこにあるんだ？白魔法が二人使えると安心ね。でも三人だと戦闘で融通性が悪くなるわ。だよね。まあ、アタッカー2のサポートの、サポート兼回復の回復みたいなね。いろいろやり方はあるでしょうけどね。王様はこの中におわします。おや、あなた方が噂の田舎者ですね。リックスから来たって？なるほど、それは確かに田舎だ。エジンベアか、ここ。ね。ここエジンベアかな。ここは兵士の控室だ。そこのグランベロス兵は負傷して倒れていたから手当てしちゃったんだ。何？砦に忍び込むって？それならまず、砦内、南西の塔を置いて、マトックを手に入れるんだな。マトック。まあ、情報収集大事ですね。グランベロスが不憫な、不穏だね。不憫ってなんだね。不憫って自分のことか。不穏な動きをしています。我が国に攻めてこなければいいのですが。貴族の服。ここは王族の寝室です。立ち入らないで。悪かったね。貴族の服。我が国の王は心広いお方だ。恩師のない田舎者でも話を聞いてくださるだろう。田舎者でも同じ人間だぞ。オレルスには四大国家としてグランベロス、アルティア、ダフィラ、ガンディーノがあります。ガンディーノがあるって。わしは心の広い王様じゃ。田舎者とてそなたらをバカにせんぞ。もうその言葉自体バカにしてんだってばね。バカにしてんだってばよ、ね。まあ、ほっときましょうか。じゃあ自分の身は自分で守ってね。助けないからね。
はい、じゃああと熟練度もうちょっとだね。まあ、今回上げるだけで終わりか。また出てきた。案外取れんな。 2のアビリティポイント持ってるからいいよねこいつね。チェンジって戦闘中だけ適用なの？チェンジのなんか変わったの使ってきそうですけどね。ああ耐熱あんのか。そうだね。いいね、装備品揃っちゃったね。あともうちょいだ。じゃあ今回は上げて終わろうか、ね、3匹倒したって3のアビリティポイントもらえるわけじゃないからね。はい、今レベル7に上がって、いやー黒魔法覚えたね。あと5回だ。あと5回で盗む覚えますね。まあ5回なんでね、まあ戦えば上がりますけど。銀縁メガネとか、あとゴブリンがさ果物ナイフ盗めたじゃないですか前。だけど薬草だったね盗んだのね。やっぱレア枠あります。こいつも羽帽子持ってたんですよ。ギターが今白魔導士になってますね。羽帽子人数分取れればいいかなと思ってんだけど、あと1個、今3個あるんですよね。HP100 超えた？あ、100超え2人いますね。じゃ あと4貯めて、あとグランベロスの砦、あそこに潜り込めばいいと思いますけどね。もうこんだけ強ければ大丈夫じゃないかなと思うんですけど。でもなんか言ったよね、攻略法ね。まあ、その成功法なんかどうか知らない。あれ盗めない。こっちポイズン聞いた。あれ一発で盗めるのにね、大抵。あ、取れた。これの緑のやつとかいいんだろうな、そのうち。あと2ですね。今のアビリティポイント2持ってるんで、今の敵は。まあ、銀縁メガネね、人数分以上取っても、まあ、売ったりできますからね。ポーションもだいぶ溜まってきましたからね。あと1ポイント。どうすかな？とりあえず白魔導士一番上だけど、ナイトとかにしといて、まあ乗り込んでからね、変えればいいんかな？ジョブはね。
よし。ここが青馬にしといて、ラーニング使えるじゃないですか。あ、2つあんのか。そっか、ラーニング。青馬じゃなくていいか、じゃあ。そっかそっか。バーツどうすかな、じゃあ。黒までいいかな。盗むの。ラーニング。ラーニング大事よね。何やっていくか分かんないからね。シルバーがじゃないとしとこう。ナイトの盗むの罠回避。カバウってつけなくても覚えていくかな。まあいいや。今回ここまでですね。魔導士系が3いるけど、とりあえず、あ、こうか。足の杖。ダガーが一番強いのか。装備品、防具は必要ですよね。レザーアーマー。メガネね、あ、35か。その後売らない方がいい。どうすかな。相当盗んだでしょ。165だったからこれ1個いらねえかな。とりあえずこれでいいかな。こっちの方が上がるね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、乗り込みますんでよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。